WBSC プレミア12は世界野球ソフトボール連盟主催及び WBSC が選出した12カ国地域参加により4年に一度開催される野球の代表選による国際大会である。日本では WBSC 世界野球プレミア12とも表記される。第1回大会は2015年11月8日から台湾と日本で 第2回大会は2019年11月2日から台湾と韓国、メキシコ及び日本で開催された。プレミア12の出場国は12カ国の招待制で、開催は2015年から4年に一度、ワールドベースボール、クラシック開催年の中間年に開催される。アマチュア主体であったワールドカップと異なり、プレミア12はプロが主体となる。 MLB 選手の参加について WBSC 会長のリカルド・フラッカリは MLB 選手も出場できるよう MLB 機構と競技を始めていることを明らかにしている。招待国の選出には WBSC 世界野球ランキングが採用されている。このランキングは成人代表の成績だけではなく12歳以下15歳以下18歳以下 21歳以下のすべての代表の国際大会での成績が含まれている。そのため、プレミア12は国全体の野球力を競う大会として扱われている。しかし、メジャーリーガーの参加は一切なく、現役メジャーリーガーが多数参加している。WBC に比べるとかなり大会のレベルが低いことは否めない。 アイブフの報道において、アイブフスーパー12と表記されていた時期があったが、国際大会新フォーマット発表以降は再び、アイブフプレミア12に統一され、さらに、世界野球ソフトボール連盟の発足により、WBSC プレミア12と表記された。プレミア12が創設されるきっかけとなったのは、国際野球連盟の運営費不足である。 2008年北京五輪を最後に野球は実施競技から除外されたため国際オリンピック委員会からの補助金を失いまたアイブフ取材の国際大会の開催などで出費がかさみ存続が懸念されるほどの深刻な状況に陥っていたそのために2011年アイブフはメジャーリーグベースボールからの援助を受け入れることになったしかし MLB から援助を受ける条件として、MLB 及び MLB 選手会が主催するワールドベースボールクラシックを i ブフの世界選手権として公認するとともに、世界選手権であった i ブフワールドカップ、i ブフインターコンチネンタルカップなどの i ブフ主催の国際大会の廃止、及びその他の国際大会が再編されることになった。 その結果、アイブフ取材の新たなトップレベルの各国、地域代表戦として、アイブフプレミア12が創設された。プレミア12は、世界のトップ12の各国、地域代表が、WBSC により招待されて競われる、国際大会である。第1回大会の12カ国、地域の選出方法は、2014年の、 WBSC 世界野球ランキングの上位12カ国、地域からの選出となった。同年11月、中央アメリカカリブ海競技大会の終了をもって、招待国、地域が発表された。第1回大会は、2グループ6チームに分かれて、総当たり戦を行い、各グループ上位4チームの、計8チームが準々決勝からのトーナメント戦を行った。 第2回大会は3グループ4チームに分かれてオープニングラウンドとして総当たり戦を行い各グループ上位2チームの6チームがスーパーラウンドに進出しオープニングラウンドで当たった対戦以外の総当たり戦を行い上位チームで決勝等を行う招待される12カ国地域には WBSC から総額数百万ドルの賞金が 保証され、また渡航費や宿泊費等の参加費用も WBSC が負担する。第1回大会及び第2回大会については、独占メディア権と独占グローバルスポンサーシップ権を世界有数の広告代理店である MP& シルバに与えることで WBSC と合意している。2020年東京五輪において野球、 ソフトボール競技が採用された場合、2019年の第2回大会からは五輪予選大会として実施される可能性があるとしていた。フラッカリ会長は、本当に強いチームが五輪に出場することを保証するベストな方法として、五輪が8チームで争うフォーマットの場合、プレミア12の上位4チームに出場権を与え、残りの4枠は、 大陸予選で選ぶという考えを明らかにしていた。しかし、東京五輪組織委員会は出場チーム数を8ではなく6で国際オリンピック委員会に提案したため少ないチーム数での予選方式が難題となり、フラッカリ会長は新たな予選方式として開催国1枠、プレミア12優勝1枠、アメリカ大陸予選2枠、アジアオセアニア予選1枠、 欧州、アフリカ予選1枠という振り分けを提案していたが、アジアオセアニア最上位国と、北、中南米最上位国の2カ国が、出場権を獲得することとなった。WBSC は、プレミア12はプロ主体の大会であることを、強調しており、トッププロリーグである、MLB 機構にも、選手を派遣してもらえるよう交渉していたが、MLB 機構は、 メジャー契約選手は一切派遣せず、マイナー契約選手に限り、球団の許可があった場合にのみ派遣することを発表した。シーズンが長い MLB では、オフシーズンの休養が大事であると考えられており、プレミア12が開催される11月という時期は、選手も球団の派遣には否定的である。その MLB 機構が運営する国際大会、 WBC も唯一開催できる時期として MLB のプレシーズン期間である3月に開催されている。また MLB だけではなく中南米を中心に9月頃から2月頃まで開催されている当期のプロリーグのシーズンと開催時期が被っており関係者によればこちらも派遣に否定的である。ウィンターリーグは将来有望なマイナー契約選手が参加している。 ことが多く、彼らも参加できないとなると、出場選手レベルのさらなる低下が懸念される。例に挙げると、プエルトリコは2013年の WBC では、準優勝を果たした、競合国であるが、2015年のプレミア12第1回大会では、MLB の経験はあるものの自由契約となった、いわゆる就活中の選手や、 下位レベルが多数を占めるマイナーリーグ選手、中には、プロ経験のない選手も選ばれており、WBC で準優勝したチームとは、全くの別物と言える構成になっている。ただし、すべての MLB 選手が、否定的というわけではなく、MLB 選手会理事を務めるジェレミー・ガスリーは、個人的には出たい。WBC に参加したが、素晴らしい体験だったと語っている。 同時期には、日米野球も数年に一度開催されており、上記のように、ウィンターリーグや MLB 周期リーグに派遣される選手もいる。派遣される選手は、若手選手の教育や、出場試合数が少なかった選手に経験を積ませる目的での派遣があり、中南米各国のウィンターリーグへは、MLB と MLB 選手会で定めた条件を満たせば、 メジャー契約選手も派遣できるようになっており、決して MLB 球団と MLB 選手たちがシーズン終了後の活動を完全に否定しているわけではない。もう一つの問題として MLB 選手が派遣される大会やリーグでは保証制度が整えられており、WBC の場合は一大会につき1000万ドルから2000万ドルの保険費用が支払われているとされる。 プレミア12でこの費用を捻出できるのかどうかも MLB 選手派遣を可能にするための課題となっている。また根本的な問題としてプレミア12の存在自体を知らない MLB 選手やスポーツ記者がほとんどでありアメリカ国内では野球の国際大会に関心が低いということも悪影響を与えている。MLB 選手が参加する WBC に対しても 批判的な意見が根強い。しかし、第1回 WBC では、当時のスター選手であったデレクジーターが出場を表明したことにより、大会の認知に好影響を与えており、プレミア12も大会の存在を積極的にアピールし、ブランド力を高め、多くの選手たちが出場したいと思わせるような大会にするよう努めることが求められる。第1回大会では、 野球人気があり、かつライバル関係にもある日本と韓国が同じグループ B に入り、記念すべき第1回の開幕戦を日本でこの両国の対戦で迎えることになったのだが、これは興行を考慮した大会組織委員会側からの強い要請によることが明らかになっている。また、準々決勝進出が上位4カ国以上のため、準々決勝までの順位が 上の国が必ずしも有利になれないという点が WBC より多く生じている。上位チームのアドバンテージなし。ありがとうございます。